皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手と妻、マミコさんらがバスケットボールに興じる動画がファンの間で話題を呼んでいます。画像、大谷選手にパスするマミコさん。スリーポイント教えてもらいたい。投稿したのは、ドジャースのムーキー・ベッツ選手のソーシャルコンテンツマネージャーを務める BG ・ベッツ氏。自身の TikTok アカウントで、 ドジャースの世界一を祝したセレモニーとその後のアフターパーティーの様子を公開しましたその中に映っていたのは大谷夫妻と山本義信投手がバスケットコートでバスケに挑戦する姿でしたカワジャン姿のマミコさんが片手で大谷選手にボールをパスすると大谷選手は遠い位置からシュートに挑戦 その後もマミコさんと大谷選手が綺麗なフォームでフリースローを決める様子や山本投手がシュートを外すシーンなどが映っていました。元バスケ選手のマミコさんの華麗なプレーに、ファンからは、さすが、マミちゃん。マミコはワンハンドシュートなんか、カッチョエースリーポイント教えてもらいたい、といった声が。大谷さん、シュートフォーム綺麗すぎるな、さすが2人揃って運動神経良き。 遠とすぎて鼻血などの感想も聞かれています。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。